片桐勝本。片桐勝本は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名。静ヶ家の七本槍の一人。豊臣家の直家家臣で、豊臣生を許される。関ヶ原の戦い以降も、森役として豊臣秀頼に仕えていたが、徳川家康に協力的な立場で、方向寺証明事件で、大阪城を退出して徳川方に転じた。かつ、 元系片桐家初代で、山和国立多藩初代藩主となる。弟に、同国、小泉藩主となった、片桐貞隆がいる。天正十二年、1584年における小牧、長久手の戦いの6月5日付の陣立化まで、確認できるように、豊臣秀吉からは、長らく助作、助助と呼ばれていた。翌天正十三年、 1585年7月1日、1した東一の神に認じられた際より、直盛の使用が確認される。勝元の使用は、慶長5年、1600年9月の関ヶ原の戦いの始まる前の頃と考えられている。この記事においては便宜上、なお勝元に統一する。大見国浅井軍姿に、滋賀県長浜市姿にの浅井支配下の国人領主。 片桐忠氏邸の長男として、工事2年、1556年に生まれた。母は不詳。品の源氏の名族である片桐氏は、稲在後の鎌倉御家人だったが、本流が片桐号に残る一方で、死流は上九年間以降に、美濃国、大海に進出。戦国大名化した浅井氏に仕えるようになったのは、自家庭の代からという。塚谷は、浅井氏の本拠地、 小谷城と山続きで道場の市場の一つとして機能するほか、温泉が輸出するために当時場としても利用されていた。元気元年1570年から天正元年1573年9月1日にかけての織田信長による浅井長政への攻撃で小谷城は陥落した。落城前日8月29日の日付の浅井。 長政から片切り正師に充てられた、感情現存している。このことから、17歳の勝本も一貫して、浅い方として戦い、そして幼き頃の浅い三姉妹や王の春菜が、兄弟らと共に、落城を経験したと考えられる。かつ、元が家督を継いだ時期は定かではない。橋場秀吉は、浅井氏に代わって、長浜城主及び北大見三軍の領主となり、 多くの人材を募っていた。勝本は、天正二年、1574年以降から天正七年、1579年までの間に、同じく、大見国生まれの石田正澄、三成兄弟と同じように若くして、秀吉に仕官した。毛利輝元に対する中国攻めにも従軍していたと考えられる。天正十一年、1583年5月。 信長氏後に秀吉と対立した柴田勝家との静岳の戦い、大見国威家軍で福島正則や加藤清正らと共に活躍し、一番槍の功を認められて、静岳の七本槍の一人に数えられた。この時、秀吉から先行を称されて、摂津国内に三千国を与えられた。天正十二年、1584年6月、小牧。 長久手の戦いに従軍。陣場手書から他の七本槍と共に、馬回り衆として150人を率いて、本陣を守っていたと考えられる。天正14年、1586年7月一日、従五位下東の一の神に任官され、この時に豊臣生を下視された。同年、宝光寺大仏殿の建設で、作事奉行を務めた。 後年の再建工事でも勝本が作事奉行を務める。囲碁奉行として活躍し、同作奉行としての宿泊地や街道整備などの平坦に関わっている。また、所領のあった摂津国をはじめ、秀吉の支配領域の拡大に伴い、丹波国、山和国、伊予国など各地で、小堀正嗣、浅野長政、福島正則などと共に、 検知奉行に携わるようになる。天正十五年、1587年の九州征伐に従軍し、軍船の調達を担当。天正十八年、1590年の小田原征伐では、脇坂安寺や徳川家臣と共に、小田原城の摂州に立ち会い、早川長政と共に、鎌倉の鶴岡八幡宮の修復造へ手配と、所領安堵及び検知を行った。 欧州市沖では、出羽国秋田での検知のほか、アサリ事件の調査に関わり、当事者の上落を差配し、長塚正家らに裁定を委ねた。天正十九年、1591年、秀吉の三河国キラデの史上に随病。秀吉の朝鮮出兵、文禄の役では弟、定高と共に出生、宮城豊生と共に先発して、街道の整備を行ったが、 微前国より軍勢の延滞があったために、海路用の船の調達を指示されている。手勢はわずか200であったが、富山、現在の富山市小原城、馬山城に駐在し、秀吉からの一騎衆の撫で切りや、街道武人などの指令を取り継ぎ、二度の陳樹城の戦いなどに参加した。文禄二年、1593年、講和に向けた休戦により9月から10月に帰国した。 文禄3年、1594年、伏見城武神を分担。同年の文禄県地においては、摂津国、河内国北部の武行となった。文禄4年、1595年、ハリマ国内などに5800国を加増され、本地の4200国と合わせて1万国となった。この所領は、ハリマ、摂津、伊勢に点在していた。文禄5年、 1596年うるー7月13日に発生した慶長伏見地震以降は、その復興事業に関連した大阪の都市改造計画に関わっていたとみられる。慶長3年、1598年3月15日の第五の花見では、三路丸マに、三越天頭、おこしぞ、江頭、慶語役として追従。同年8月15日、 小出秀正らと共に秀頼の森役、補佐役五名の一人として指名され、大阪城番の城詰めとして禁止することになった。慶長四年、1599年1月10日、豊臣秀頼が五大老、五奉行に伴われて、伏見城から大阪城に千田祭、際、自のない徳川家康は、伏見城に戻るまで、かつ元の屋敷に二泊している。 以後二人は連絡を取り続けていくことになる。慶長五年、千六百年、長塚正家ら武行衆より、小出秀正と勝本は、大阪城の諸務の監督的な立場に、家康ら大老衆からは、石田正澄、石川貞だ頼よ、兄弟と共に、多くの敬語役に任じられている。九月の関ヶ原の戦いでは文字派武行衆を、中心とした、石田三成法。 西軍につき、秀政、頼明、弟のさ高などの旗本も加わる大津城の戦いに、増田長森と同じく家臣を派遣したが、武断ハーブ将らを中心に指示を得た家康方、東軍勝利の後は、長女を家康への人質に差し出し、豊臣と徳川両家の調整に奔走した。この功績により、逆に家康から、張馬国と伊勢国の所領六千国と、 引き換え山戸国立田に万四千国を与えられた。また同じ頃、茨城城の城主となった。以降、家康の政治を幼い秀頼の代行として承認し、協力する立場となった。当初は、全国の蔵入地を創刊する立場から、徳川氏の諸務方の奥保長安の県地などに協力。また実写奉行として、当初は、豊臣抗議の政策だった機内を中心とした。 多数の寺院復興事業に取り組む。慶長9年、1604年の秀吉七回帰と、同15年、1610年の13回帰の大祭、臨時祭礼では、総武行を務める。また、朝廷との橋渡しを務めたほか、慶長14年、1609年の御用税天皇の、長期と不良久陰の行収分として、悪名をとどろかせた、井の熊事件では、 京都諸市大の板倉勝茂に協力した。慶長十年、1605年頃からは、家康から豊臣家直轄地の摂津国、河内国,国、泉国、小戸島を管轄する国奉行のような立場に任じられる。同年までを区切りに行われた、本田正澄による西国三十三国の校長、国絵図作成事業では、奉行担当国の絵図作成だけではなく、 家康在所の伏見城内において、全般的な実務にも当たっている。慶長13年、1 6百8年、河内国際山藩の所領にまたがる鞘山池の治水事業に当たっている。慶長16年、1611年、寸府城を元折としていた家康が4年ぶりに上落。これより前に、家康から秀頼に二条城での会見要請があり、秀頼の母、 与ドデは、家康から大阪城へ来たるべきと難を示すが、かつ、元が関東と不和となり合戦を起こらんこと必定と上落を説得をして、会見を実現させた。その際に吉祥を占ったくじで代表を引くと、吉に書き直させたという。三月二十八日の二条城会見では勝本も同席した。同年の金利部進では、大阪方で三万国を負担した。 すでに慶長11年1606年には家康らの意向に沿って管轄内にキリスト教禁止令を発布していたが慶長19年1614年には前年交付の維新数伝が寄贈した禁止令に従い教会をぶち壊して卑怯政策を徹底し53人を非全国長崎へ送った慶長19年1614年3月には 再建開始から14年目の宝庫時代仏殿がほぼ完成し、秀頼の名において全国から芋の師を集める。名文を南禅寺長老の文英神官に選定させていた盆章も4月には完成し、武行代表として片桐安ずま市政、豊臣勝元の名も刻まれている。胸札の書は三井寺長老の教威方針能による。5月。 家康は勝本に対して、宝光寺の供養の同志に、新言宗忍那寺門関の里氏新法神皇を指名する。7月、小水の天皇より、大仏海岸法要を、天台宗明法院門後の常種法神皇を指名する直命が下される。家康は海岸法要を8月3日、同法要の日取りを秀吉の明日である8月18日という指示を出した。 18日は、秀吉17回帰の大祭の日となっていたため、勝本は、両方洋を8月3日とし、蒼天、早朝に、常種方神納を海岸、同方要の同志を、佐都新方神納とし、終日天台宗僧領を上座とする。7月末、板倉勝重から家康への報告により、照明、胸札、座席などに疑惑がかけられる、方向寺照明事件が起こる。 スーデンと本田正澄を中心に調査が行われ、板倉勝重により大仏海岸及び供養は延期が決定される。8月13日の夜、大阪城下が沈まらない中、勝本、王の春永、が、新館などが寸府へ派遣される。17日にマリコ塾にて新館が寸府奉行に捕らえられる。8月18日に名分に対してスーデンが住職を務める。 臨在州の南禅寺及びその会に属する京都、五三の七人の僧侶に検証が命じられ、新官が、名文に、隠し台として、国家暗号と家康の意味名を用いたことは不敬、みなされ、さらに林羅山より図書などと非難された。19日の入府より、勝元は、数伝来らへの弁明に努めたが、家康との会見もないままだった。しかし、29日に、 寸ん入りした大倉京局は、家康とすんなり面会となり、証明のことも話題とならずに丁寧に扱われ、家臣の山本豊久は騙し合いと評している。9月8日、通電より大倉京局と共に、大御所様の機嫌は悪くないので、大阪で話し合いした上で、以降も徳川家と豊臣家の間に、疎遠や不信のないような対策を決め、江戸に、 名役所を参じてもらいたいと伝えられ、9月12日に、帰還化する。徳川家に、情報の姿勢がないと見て取った、勝本自身によるものか、裏で、スーデンらに半ば言い含められたものかは不明だが、戦争を避けるために、秀頼の寸府と江戸への参勤、ヨドデを江戸詰め、人質とする、秀頼が、 大阪城を出て他国に移るの中から一つを早急に選ぶことを提案するが、王の春草や渡辺氏といった、淀殿伝の側近たちから家康との内通を疑われるようになる。9月23日、織田信夫より、鈴木き兼助らを打ってとする暗殺計画を知らされ、屋敷に籠り守りを固める。秀頼や木村重成からこれを調停する動きがあった、ものの、28日に、 高野山に入るとして城を出ることを決め、秀頼側からも不注者であることを理由に改易が決められる。そこで、倉舞や金などの勘定の引き継ぎを済ませると、10月1日に300ほどの増票をりつき連れ、弟の貞高や石川貞正らと共に、大阪城を玉造り門より退居した。勝元は、貞高の茨城城へ入り、勝重に遠征を要請した。この日は、 すでに勝重から勝元の屋敷がぶち壊されたなどの報告を受けていた家康による徳川方からの大阪の陣の戦布告日でもある。大阪の陣には家康に人質を送って従属し、10月10日には勝元は土佐国へ大阪への米の改装を禁じている。10月12日には家臣のたら犯罪門を300の兵で堺の救援に向かわせたが迎撃されて、 犯罪門も戦死に至る。自らも本体を引いて回路を進むために天笠崎の港を目指したが、うまくいかずに逃げ帰る。家康が二条城に到着した二十三日には軍議に加わり、先方を命じられる。十一月一日には、小戸島周辺参加国に物資の改装と大阪城の経済封鎖を命じ、三日には、江戸の制作にあたり、五日には、 今井総君ら堺州の奮戦を称賛するなど、徳川方に協力をした。12月、徳川方は、真田丸の戦いでの敗戦や、兵糧不足の問題などで、戦況は思わしくなかった。そこで16日より、北側だけでも100門以上の大筒や石部屋での攻撃を開始し、18日には勝本も、家康の宝術方の数十人を率いてこれ加わり、わり、備前島から、 本丸の淀殿近くへの砲撃などを行った。この戦火が大阪方を講和の席に着かせる一つの契機となった。慶長20年、1615年1月に日を願い出たが許されず、立田や伏見などに、天居の後、4月は、寸部に、屋敷が与えられた。江戸への配越の途上で、夏の陣が起こると、4月26日の夜半には、 立田城の周辺へ放火が行われた。5月6日後も、勝本は、道明寺に到着。7日、早朝、旧法寺で、将軍、徳川秀忠家の弟、貞隆の隊に交流し、軍艦、石川忠司勢、牧田皇帝ら諸将と会した。勝本、貞隆隊は、岡山口への夫人を命じられた。初人の着難、片桐隆都氏には、 家臣の梅と八重門をつけて送っている。大阪城の落城後、王の春長が、秀頼やヨド伝が、山里丸にいることを、彼らの除名嘆願の依頼とともに、勝本に知らせてきたので、秀忠に通報し、豊臣氏は、除名かわず滅亡した。前年より廃病を患い、家康より送られた、片山宗鉄の診察を受けていったが、 大阪夏の陣から二十日ほどした五月二十八日に、慶屋敷にて六十歳で死亡した。葬儀は大徳寺で行われた。勝本の後は、嫡男の高俊が後を継いだが、立田藩一万国はそのおいで四代、片桐留寺が創生したことで、明暦元年、六百五十五年に、無継ぐ断絶となった。こうして、勝元の系統は耐えたが、 山と小泉藩一万千国の藩主となった弟、片桐貞高の家系は明治まで大名として存続して、その子孫は明治になって死者区に除せられている。秀頼を裏切り、家康に味方した勝本に対して批判的な評価もある。辻善之助の片桐勝本論によると、秀頼に参勤交代をさせるなどの参案は、家康が死去するまでの時間稼ぎ策だったとする。 南馬戦記などの逸話は、山本日記式には早くも見られるが、山本日記自体にはないもので、後年の偏舎などに書き加えられたものとしている。かつ元の人格は平凡だったと評している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。